富士通3連覇以来のチャンピオンを目指してという準々決勝です。ティップオフ最初のオフェンスは東京医療に入ります。藤本とハンドオフになる。エラから藤本、いいですね。行きました。まずは先輩藤本明です。あの藤本のヘルプをしっかり見て空いてるノーマークの選手にパス出しましたよね。なるほど。さあ外から池松ドライブで得点、ナイスドライブ。間どうやって得点を重ねるかといったところ、あの大事ですね、はい、前に出た、仕掛けた、町田に入って、ここはレイアップです。ナイスドライブです。シュートが外れています。ただオフェンスリバウンド東京医療。おお、フローターで来ました。上手ですね。表現したいと思います。エラ外から、あーエラースリーポイント、4点プレーです。ナイスシュートです。田中、もう一度町田、町田外でエラです。スリーポイント、おお決めてきました。連続成功です。エラ萌えか、ペミとペに入る。岡本、いや、テミトペ決まりました。藤本のマッチアップでここでテミトペの得点、コーチになって少し手を加えたところだという話を先日されていました。あ、中入ってきました、内藤です。今いい汗でしたね。やはりあのテミトペ選手のところに、ルーズボールは池松、首の後ろを通してテミトペです。ナイスパスでしたね。岡本、飛び切れない。そしてここ走って町田です。来ました、早いですね、まさに電光石火という形で富士通1点リード。池松へ、スリーポイント池松、来た池松スリーポイント、来ましたね。行けないですね。セミトペ、古木、逆サイドに振ってスリーポイント林、来た2本目来ましたね。決まり始めたといったところでチームとして、あの取りたいオフェンスの形だと思いますので、はい、リズムを掴んでいますね。林から古木、古木、古木ジャンパー決めた。ですね。古木選手、ストンプが非常に上手で、あのジャンプシュートも安定感ありますからね。さあコーナーから岡田はどうだ。沈めてきました。来ましたね。これを待ってました。で入っていくという第3クォーターになります。古木振って岡本どうだ。1本目、今日の1本目が来ました。来ましたね、ガッツポーズ出てましたね。町田、藤本のスクリーンを使った赤木、決めた。さあ町田、ここでエラ勝ちで藤本はどうでしょう、来た、いいですね、7点差まで縮めています。フェンスプレッシャーは富士通、林スリーポイント、ボードを使って決まりました。田中には飛び込まれましたがそれを許しませんでした。おっと町田が狙っている。さあここでまた点差1桁、富士通はここであの流れ乗りたいところですね。ああテミトペが手を伸ばしすぎたか。町田、町田、決めた。ナイスドライブです。逆に池松、岡本、岡本が伸びる、奪いました。田中、田中選手ですね。そして町田、エラどうだ、スリーポイント決めた、タイムアウト。後半の1つ目は東京医療、
細かいところなんですけれども、ボールにチップする、はい、それによって、まあ、精度の高いパスではなくなるんですよね。そこをルーズボール全員で飛び込める、まあ、足も動いてきてるなと思いますね、はい、もうこの時間現日本代表ヘッドコーチ、恩塚ヘッドコーチも見守る中です、まあ、もちろんこの選手たちは教え子で全員強いというか色濃い影響を受けているになります。この1本藤本外で回してスリーポイント赤木来ましたね。先輩が沈めてきました。それに入った後の合わせだったりといったところ、あの増やしていければいいかなと思いますね。ここもエラが切れた。エラ選手いいですね。おっと少しターンオーバーになりました。さあ3対2、池松が行く、離してスリーポイント、林沈めてきた。決めました。これが林の2本目、そして町田、この試合通して田中選手の町田やばった。いいですね。赤木へ、赤木ドライブ、ああヘッジ一発、藤本、ここはギリギリのところで決めました。よく決めましたね。今度は林が来て岡本がボールを持ちました。岡本スリーポイント、これを沈めてきた。沈めてきましたね。来ましたね。セミトペスリーポイント、池松、池松来た。来ましたね。池松は林へ、そして岡本タフショット、しかしそれを決めた。決めました。またでスリーポイントシュート、またあのフェーダーウェイのこのシュートですね、上手でしたね。エラです。藤本ナイスです。同点。さあ前へ井森、町田です。町田が立て切って決めた。決めました。東京リオ2つ目。いやナイスドライブでしたね。ここというところで町田瑠唯、ただこれ決めましたね。井森も井森が来る。池松スピンムーブで本当ですね。局面勝負にできるか東京医療。ここは赤木スリーポイント、来ましたね。さあ 34.5 秒、素晴らしいシュートです。東京医療はまずこのポゼッションでスコアが増すと、池松スリー来た。さあ20秒タイムアウト富士通。いやタイムアウト富士通後半2回目。いや赤松選手のあのドライブとスリーポイントとめちゃくちゃ距離ありましたけどね。今そうですね、もう狙ってましたね、もう打つと決めて、セミトペ拾う、12秒、そしてこれシュート前ファールしていいと思いますよ。ここはあっとシュート落ちた、うん、池松のシュートが落ちて、ここで4クォーター終了のブザー。最後の最後、東京医療に同点逆転のチャンスは訪れましたが、勝利したのは富士通レッドウェーブ。富士通レッドウェーブの勝利となりました。69対67、準決勝進出は富士通レッドウェーブです。ここで東京医療保健大学の貢献はここまでということになりました。さあ恩塚ヘッドコーチも手を叩いて教え子たちの健闘を喜んでいます。戻り勝っても負けても試合を終えてセレブレーションを行っているという東京医療です。いや
十分に勝つ資格がある、うん、そういうチームだったと思いますし、そうですね、今テミトベ選手涙流してますけれども、やっぱりテミトベ選手のインサイドというのはもう今日の試合圧巻でしたし、富士通も苦しめられたかなというふうに思います、はい、まあ、悔しいとは思いますが、胸を張ってほしいですね。素晴らしいプレーだったと思います、はい。